こんにちは、しおです。こちらはですね、もう本当に何も古い古いバラしか割ってなかった小さな花壇なんですけれども、今年は一応こんな風にお花を咲かすことができました。庭で去年取ったカンパニュラさんの種を、バラの周りにこう巻きまして、まだ全部咲いてないんですけれども、そして、短く、もうバッサリとこう切ってしまった、剪定というよりもね、もうがっつり切ってしまったバラさん、背が低くなりましたけど、こんな風に、咲いてくれました。このバラさんと奥がなんかあれですよね、こう大輪のピエールさん、はい、こうね、咲いてくれました。この色がね、いいなと思います。おはようございます、しおです。日曜日の、美しく曇った朝です。こちら、ペンステモンハスカレッドさんのお花がそろそろ、咲きそうです。本当に植物のこの色合いの美しさに、改めてうっとりする5月です。ハスカレッドさんのこの紫と言いますか、よく銅葉色って言われますが、そこにこの何とも言えない真っ白ではないクリームがかったこの小さな花の色、とっても素敵な組み合わせだなと
思っています。それからこの隣、ラムズイヤーさんの花が咲き始めました。これね、紫色の花が咲くんですね。この銀色、シルバー、優しいちょっと緑が入ったグレーと言いますかね、そこに咲くお花はこんなね、可憐な、あ、ちょっとピントが、こんな可憐な紫ピンクなんですね。本当に美しい、本当に美しいなと思います。先週もご紹介したヒューケラさんね、赤い花が満開になりました。本当に綺麗ですね。ちょっとこう進んでみましょうか。はい、ニゲラさんのところに来ました。ニゲラさんも美しいですね。なんとも夢のような花ですね。いつもニゲラ、去年春花屋さんでお迎えして、今年は全部こぼれ種でとか、あの取った種で咲かせているんですけれども、本当に何だろう、夢が咲いた、夜見る夢が種になって咲いたように思います。本当に美しくて、来年もね、もっともっとニゲラさんを咲かせようと思っています。こちらは種まきのデルフィニウムさんです。すごく濃いブルー、紺に近い、はい、ブルーでとっても綺麗です。アーティーチョークさん、もうね4年ぐらい育てているんですが、今年実ができたと思って喜んでいたら、もうなんか虫さんに見つかってしまって、もう虫の宮殿になって、しまいました仕方ない、君たちにあげようと思っています。このつぼみがクリーム色で、咲くと白くなる、そして葉っぱが銀色のジキタリスさん、去年の晩秋に苗をお迎えして、こんな風に咲いてくれました。わー素敵、切り花にしようと思ったのですが、もうねアリさんがたくさん登ってきて、やっぱりこれも素敵なお部屋なんでしょうか。仕方がないなあ、ここにいたね、見えますか、ね、アリさんがどんどん入っていきます。アリさんも蜜を集めるんでしょうか、それともやっぱりこれは魅力あるティールームみたいな素敵なお部屋なんでしょうか。仕方がない、あなたたちに貸してあげましょう。雨の予報だから、ここで雨宿りかな。サルスベリの木の下に、花壇を作り始めて1ヶ月ぐらいになります。だんだんこんな風にできてきました。もうあるものでね、こう囲って、あとホームセンターでちょっと安いレンガ風のブロックを買ってきて作っています。
まだまだなんですけどね、こんな風になってきましたよ。コツコツとやれば少しずつ出来上がっていくものですね。これはダリアです。ダリアの球根から芽が出てきました。実はこの球根、去年種をまいてダリアさんが出てきて、花が終わってから秋に根元を掘り返してみると球根になっていたので、保管しておいて、先週かな、植え付けたものです。もう待ちかねていたようにこんな風に出てきてくれました。たくさん取ったんですけど、球とかね。だけどやっぱり、生き残ったのは、4個ぐらいで、ここにもね出てきてくれています。種まきして球根に翌年はなるっていうのも魔法みたいだなと思っています。またね、ダリアさんに会うのが楽しみです。ちなみにこれはエキナセアさんです。ちゃんと冬越しをしてくれました。これもお会いできるのが楽しみです。庭にいて一番好きなこと、それはいろんな色が組み合わさってまるで一枚の布を染めたような、そんな景色といいますか、そういったのが見えることが一番幸せです。ここは西側の花壇なんですが、この千鳥草さん、それからヒューケラさん、オルレアさんの白、そしてバスレナグサさんのブルー、そしてルーの黄色い花、そしてその奥に赤いバラが咲いて、こんな布があったらいいなって思うんです。色、形、自分でデザインしたわけではないけれど、とっても素敵だなって思うんです。こっちはまだまだ雑草だらけだけれども、庭が一枚のいろんな形と色の布みたいになったら本当に幸せだろうなって思うんです。自然が作り出す色は本当に美しいですね。ね、ルス君。今朝もずっと見てたから、スズメバチみたいなお方が。